はい、皆さんこんにちは、ゲンヨシです。今回はモンストニュースのまとめ、8月13日分をまとめていこうかなと思います。で、今日も変わってだいぶ撮影環境が変わってるんですけど、無理やり今これでね、あの家にあったライトを当てて明るくして撮ってるんで、画質悪かったりなんかホラー映像みたいになってたらすいません。はい、ということで早速やっていくんですけど、まあ注目度高いところからいこうかな。まあみんな予想してたと思うんですけれども、8月16日日曜日の12時からですね、モンスター夏休み2020が開催されるってことで、まあキャラがサンタアルファシリーズのキャラとしてね発表されましたので、そちらをまず振り返っていきましょう。まあ、まず1体目、ワゾンアルファ。はい、火属性ですね。火属性の、貫通タイプのパワー型で、アビリティが超アンチワープ、アンチ魔法陣、火属性キラーをスワビで持ってて、ゲージショットでダッシュと SS ターンチャージ M。はい、ストライクショットが12ターンもしくは20ターンで打てるものになってまして、味方に触れると自身と味方の位置を順番に移動し攻撃、あの、モーセの神かな SS とかと一緒ですね。はい、で、友情コンボはコピーに放電。いやー、なんかね、パワー型も結局なんか一時期オア型って言われたような時代があったと思うんですけど、もう今のパワー型はね、やっぱ自分の弱点をしっかり理解してて、いやー、これ結構一つの完成形かなって思ってぐらい、あのこのワトソンアルファは強くなると思ってます。はい、でまず一つ目が、まあ長所であるね、パワー型の攻撃力を伸ばすためにその貴族性キラーっていうのをもう持ってるよと。ただそのために短所になっていた、あのスピードが遅いところをダッシュでちゃんと補っているというところで、まずアビリティに対しては文句がない。それに対して超アンチワープのね倍率も持ってくるんで、かなり火力は殴り出せるキャラになってるんじゃないかなと思います。でも最近パワー型といってもかなりね、あのスピードもどうせ高いし、なんで、まあ、パワー型貫通といえどある程度はもらってんじゃないかなっていう予想です。はい、でもう一個、これストライショットですね。これモンスター神金 SS なんですけど、これやっぱ味方にさえ触れちゃえば、自分の速度関係なくなるんですよね、ギミックだったり。なんで、まあ、アンチ魔法陣とアンチワープしか持ってないっていうところでの短所も補えてるし、まあ、パワー型でちょっと遅くてね、殴りがうまくいかないっていうのも補えてるんで、この SS とパワー型ってのはすっごい相性がいいですね。で、かつそれにモーセみたいにキラーが乗ってくるもんなんで、で、かつパワー型の攻撃力があるんで、まあ、モーセ以上の火力を見込んでいいんじゃないかなっていうキャラにはなってますと。はい、で、友情コンボね。はい、これはもうね、ちょっとね、放電ってやっぱ、刹那だった時にさ、その世間を騒がせたさ、そのモンストの一個時代を築いた友情コンボじゃないですか。なんかすごい安売りされてるなってのを感じました。で、まあ、強さ弱さの話してると、これ強いっす。貴族性キラー乗ってくるんでね。はい。なんで、ここの放電、サブ友情でパワー型だとしても、まあ、サブっても重心化か。まあ、パワー型の友情だとしても、まあ、貴族性キラーで、対貴族性に対してだったら、まあ、いつもの放電ぐらい、キラーが乗るんで十分威力はあるんじゃないかなと思ってます。はい。で、これコピーよ。これよ、このパワー型のコピーっていうのは、まあ、装備とかもそうだと思うんだけど、このデメリットにならないんですよね。で、コピーっていう友情面白くて、その例えば 2万ダメージの友情をコピーしたじゃないですか。パワー型だから威力下がるってなんかないの。そう。なんで、もともとコピーした時のコピー相手の友情コンボの威力をそのまま持ってくるんで、これもパワー型の友情コンボの威力が下がるっていうデメリットがなくなる友情なんですよね。なんで、もうこのコピーは最強。うん。なのにもかかわらず、これ、まあ皆さんお気づきかと思いますけれども、まあ素浴びで貴族性キラーを持っているのでね。はい、この人はね。なんで、このコピーで、コピーした友情コンボに、まあ条件なし、対貴族性であれば条件なしで友情コンボに倍率がかかりますよと。貴族性キラーが乗りますよというキャラになってますと。はい、これ引きです。これ強いっす。うん。これはもう文句なく強いですね。あとはまあ今後どういう風に使えてくるかなっていうのもあると思うんだけど、まあコピー枠として、だってもう今さ、時代プルプル言わせてる、エクスカリバーとも相性いいし、ちょっとこれは引きたいなっていうキャラですよね。イラストもいいしね、オトソンね。はい、で次、ヤマトアルファ。いや、ヤマトはちょっとテンション上がりましたね。僕、ヤマト自体が好きなんで、ヤマトアルファになってもめちゃくちゃ可愛かったし、これはね、嬉しい。はい、で、水属性でした。はい、反射タイプの砲撃型に、超アンチウィンドと魔法陣ブーストに、光属性キラーが素浴びです。今言ったのが全部で、ゲージショットでアンチブロックとアンチ減速壁ですと。はい、でストライクショットが、あの触れると友情コンボが発動する分身を最初に触れた敵にセットする。まあ、ちょっと後で説明しますね。で、友情コンボがこれ砲撃型ですよ。超強分裂貫通衝撃波3、はい、に超投げ払い。あのね、これちょっと
まあアビリティだけのお話をまずしましょうか。まあ超アンチウィンドウ、まあお察しじゃないですか。まあ使えるところでは使えるけどって感じじゃない。で魔法陣ブーストもまあまあまあって感じですし、でアンチブロックとアンチ減速壁、うん、まあなんか使わないところを集めましたみたいな感じね。ブロック以外ね、あんまり使わないところ、まあ魔法陣ブーストは最近使ってるかなっていうのを集めたところなんだけど、まあなんかすごい他のキャラでこの今ある4つのアンチアビリティの、2つ3つを持ってるやつってそこまで多くはないので、なんで、まあ、いろんな組み合わせのところに連れていけるのかなって面ではすごい重宝しそうです。で、光属性キラー持ってるんで、まあ、光属性のところにも連れていくような性能は、この後ね、付随で説明するようなことがあるんですけど、まあ、光属性相手でも連れていけるような性能はしてるんで、うん、これアビリティはまあ置いておきましょう。もう、これ100点中普通に80点ぐらい上げていいぐらいですね。こんだけ持ってんだなよ。うん、これブロック減速壁とかだけだったら、あ、アビリティちょっと抑えられないみたいになるけど、でもそれに対してウィンドも魔法陣も持ってるんで、まあいくらそのなんか使う頻度が少ないアビリティだったとしても、こんだけ持ってんならどっかしら刺さる、うん、っていう見方で今回は進めていきます。はい。でストライクショットなんですけど、まあ、この触れると優勝コンボが発動する分身っていうのはですね、一番最初にヤマトアルファが出発してボスに触れましたって言ったら、その触れた場所なのかな、そのボスのところになんか透明な分身みたいなのが出るって言ってましたね。で5ターン続くって言ったかな、が出てくるらしいんですよ。でそいつに触れると次回以降のなんか友情コンボが発動すると。何言ってたと。うん、ちょっとまあこの後友情も言うんですけど、砲撃型のね長距分裂貫通衝撃波3、まあこれはちょっと普通に調教ってか、これ調教じゃなくて結構強いんですけど、こういう方まあ威力のイメージするならムツムネミツとかの方を威力し、イメージしちゃった方がいいかな。まあそれ以上出ると思うんだけど今回こっちは、うん、であれ未だにさ、ムッちゃんってすごい友情コンボだけでの採用があるぐらいのキャラになってるんで、まあこのやっぱ魔法陣ブーストで鶏になった時の友情コンボとして相性いいんですよね。いろんなところ、いろんな方向に雑魚に攻撃してくれたり、ボスにもダメージが稼げる。で、それに加えて、超投げ払い。まあ、これ属性友情ですよね。水属性の超投げ払いがついてるんですよ。で、これ最初に触れた敵にセットするんで、まあ、必然的に超投げ払いのね、ところに入ってるんですよ。だから触れた敵に、その超投げ払いの範囲に入れられるって言えばいいのかな。なんで、まあちょっと友情と SS の相性が抜群にいいですね。抜群にいい。で、それさ、継続するターンが、まあ、5ターンって言ったかな、何ターンだろうとしようも、その間多分さ、その分身って味方が当たることによってずれないと思うんだよね。だから、うん、ちょっと、これは普通に、面白そうっすね。面白そう。まあすごい使い方がいっぱいあるなと思ってて、その、置きたいところにこの友情を置けるんですよ。だからこの SS 本当にすげえですよ。この SS もうちょっとついてほしいなって思いました。え、これ絶対遊び方変わるぐらい、この SS 面白い。友情コンボが発動する分身って、だって好きなとこに自分の好きな友情コンボを置けんすよ。これ本当にいいっすね。うん。まあ、好きなとこってもまあ敵に触れられるとこじゃないとダメだと思うけど。だってこれ壁際にランキダンを置いたりもできるわけでしょ？ランページとかも壁際だったり有利だったりするじゃないですか。まあだから位置によって有利不利が決まってくる友情っていっぱいあるんで、まあこれ一発目にしてはちょっと実験にしてはまあやりすぎかなってぐらい相性がいいっすね。これ強いっすね。これは多分ほんと強いっす。これめっちゃ強いと思います。これ使ったらマジやばいってなるやつだと思う。え、分身ずっと残ってんのっていうあれですね。で、これちょっと気になるのがですね、その分身が出す友情コンボの威力っていうのが、その時のヤマトの友情威力に依存しているのか、もう元の素のヤマト、だから例えば、剣を取ってこの SS を打ったら、その分身はその5ターンの間、その剣を取った状態のヤマトの友情をコピーするのか、あとは、まあその、剣を取る前のヤマトになるのかっていうので、またすっげえ使い方が変わってくるかなと思ってるんですよね。だからまあ、ディルドッテとかのバフで 1. 何倍とかかけて、で、それでこの SS を打って、いや、そしたらやばい、1.8 倍の友情がそこに5ターン残り続けるわけですからね。なんで、まあ、そのあたりがどうなってくるのかなっていうのが気になる。あと、まあ、キラーが乗るのかなとか。まあ、それが気になるところかな。あとは、この分身で倒した時に、マップ移動するじゃん。そこ残るのかとか。まあ、多分これは残んないと思うんだけど。はい。まあ、なんでちょっと気になるところが多いんで、ヤマトアルファに関しては実装して実際使ってみて、また判断していきたいところかなと思います。でも、カタログだけでも十分最強キャラにはなってくると思います。はい。はい、次。孫悟空アルファ、反射バランス型、アンチ減速壁、友情コンボ ×2 が、アビリティです。で、SS が5人分身の5レースです。16ターンと、24ターン。で、友情コンボがスピードアップと拡大爆破弾ですと。はい。加速速そうですね。
はい、そして次、夏ガチャですね。すいません、8月16日日曜日12時から、過去のモンスト夏休みのね、キャラたちもね、登場するみたいですと。はい、まあ例を挙げると、ノンアルファ、サタンアルファ、テキーラアルファのガチャと、もう一つがメタール、サンドラフォンアルファ、あれですね、はみ出してるやつですね、の3体が登場するガチャっていうのが、それぞれ来るみたいなので、過去のキャラが欲しいよって人たちはそちらをちょっと引いてみてもいいかなっていうのが一応来ますね。復刻してくれるのありがたいね。はい、で、降臨もありますと。降臨ね、これなんて読むって言ったかな、演歌でいいのかな、はい、が降臨、水属性の演歌でいいのかな、多分あれかな、シャラクかな、これ多分シャラクかな。はい、で、もう一体、あともう2体ですね。ペンペンファイターズとケモミミガールズ。ケモミミガールズめっちゃ可愛くない？これバステット好きな人歓喜でしょ。まあ、ペンペンファイターズは何これ、でもなんか俺から見る感じペンペンさんずっとないように見えるんですけどね。はい、が一応降臨のキャラになっておりますと。はい、はい、そして次、まあこちらはね、ニュースでも発表されたと思うんですけれども、はい、初代獣神からの挑戦状、超究極という形で、僕とタイガー桜井さんが、初代獣神としてね、クエストの制作を、させていただきました。まあで、この場をお借りしてたんですけれども、いや、ほんとね、この話いただいたとき、いや、多分、俺の人生史上、多分トップ3入んじゃないかなぐらいテンションが上がって。だって、そうじゃない？今みんなが、まあ、モンストじゃないにしろ一番好きなゲームを、まあ、ゲーマーの人限るかもしれないけど、いやもうこれね、ゲーマーの夢よ。その自分のめちゃくちゃ楽しい、めちゃくちゃ好きなゲームっていうのの開発側に携わらせてもらうって、これ相当ないことで、で今回まあ結論から言うとクエスト制作がめちゃくちゃ楽しかったんですよ。もうめちゃくちゃに面白くて、もう桜井さんとも仲いいからね、2人でこうしてみたいなのを話し合って、これだったら楽しんでもらえるかなみたいなのをいろいろ考えて作ったんで、ぜひね、皆さん超究極プレイしていただければなと思います。はい、じゃあ保険じゃないんですけど、一応ね、超究極っていう難易度で、まあ、作ってくださいってお願いされて、僕と桜井さんで一からね、ほんと一から全部作っていったと思うんですけど、超究極です。はい、で今回ちょっと勘違いされそうだなって思ってるのが、まあこれすごいちょっと差し入れさんたちには悪いんですけど、公式さんが生放送すると結構、あ、じゃあ簡単なんじゃないのみたいなイメージがつくんですけど、それを捨てた方がいいかなってのは僕からのアドバイスです。はい、クリアする分にはまあまあなんですけど、ミッションの方はちょっと覚悟した方がいいかもしれないかなっていうぐらいの難易度になってます。ただあまりその怖がらせてもあれなんで言っておくと、僕と桜井さんの、まあ、タイガー桜井さんが他の意見もあるかもしれないですけど、僕のクエストの制作のあれで一番最初にパッて決めてたのが、ストレスの溜まるギミックを使わないだったんですよね。だから、まあ、これがないっていうのはちょっと僕答えになっちゃうんであれですけど、まあ、僕がマジストレス溜まるなと思うのは、世間的にストレス溜まるだろうなと思ってるのは、スイッチとか、あと、ニードルパネルとか、加速床とか、ああいうストレスがないところ、あるところ、はちょっと覗いたつもりです。まあ今回使われてるギミックがねストレスって感じる人もいると思うんですけど、そのあたりはちょっとご容赦いただければなと思います。であと、まあ話しすぎてもあれなんで言っとくと、あれかな、キャラかな、キャラゲーじゃないっす。うん、キャラゲーじゃないっすね。こいつが強いってなっても、まあフレンドでいける、一体でいいっていうのも一応モチーフになってるんで、まあそういうので今まで苦しめられてて素直に純粋にゲームできなかったよって人はぜひやってほしいかなっていう、なんかいろいろ思いを詰めたクエストになってるんで、ぜひね皆さんも楽しんでいただきたい。はい、てか8月15日土曜日の20時から降臨します。これぼっちこれもちろん僕もライブしますからね、僕もライブしますんでね、よろしくお願いします。はい、で、次、獣神化。はい、獣神化はですね、レンブラントでしたね、レンブラント。はい、で、性能が光属性の、貫通スピード型、はい、貫通ですよ、貫通スピード型の、アンチ重力バリアにアンチダメージオールの全属性耐性。はい、でストライクショットが8ターンか16ターンで打てる、スピードがアップ&最初に触れた種族に大ダメージと。はい、まあニラカナエンセスの短い版かな。うん、はい、で、優勝コンボが新友情超絶斬撃とサブにスピードアップですと。はい、で超絶斬撃の説明をしておくと、まあ、この超絶斬撃威力でしょ、範囲ヒット数伸びてるらしいんですよ。もう別友情っす、これ。だから斬撃のイメージを一回捨てた方がいいかも。威力、ヒット数、範囲、これも全部、この超強斬撃っていうか、斬撃っていう友情の強さにかかってくるところなんで、これが全部伸びたってなると、これも別物になってる可能性がある。
それを踏まえて言います。そんなに強くないかも、そんなに強くないかもしれないんですけども、まああからさまですよね、これもあからさまで、ちょっとウリエルと一緒になんかどっか使えるとこがあるのかなって思ったりはしてます。はい、で、あとは、はい、爆絶ヘルヘイム、はい、こちらが8月21日来週の金曜ですね、19時から21時に、ヘルヘイム水爆絶が降臨します。かわいいっすね、これも水爆絶って直近で聞いて誰がハマるんだろうね、はい、で次、まあこっからはちょっとねどんどん落ちていくものなんですけど、はい、新メダルキャラレザンが登場しますと、多いな今回、8月18日火曜日のまあこの後紹介するんですけど、アップデートの後から実装されますと、で来年までやってるみたいです。はい、性能が出てます。水属性、反射タイプ、バランス型、アンチワープ、アンチウィンドがスワビで、ゲージショットでアンチ減速壁、ストライクショットは触れた壁すべてにヒーリングオールを貼ると、で友情コンボが調教ショットガン、微妙ですね。はい、でアップデート情報かな、最後に言っておきますと、はい、大きく3つ大きいアップデートがありましたと。1つ目、みんなのクリアモンスターの順位が分かりやすくなりましたと。まあフレンドで選んでる時にクリアモンスターみたいなのが上に来ると思うんですけど、そのみんなのクリアモンスターの横側に順位がつくようになりましたと。はい、まあこれは嬉しい人もいれば、別にどっちでもいいって人がいるかな。はい、で2、これ大きかったかな、人によっては、動画 CM を見るとスタミナを回復できるようになりましたと。はい、まあ今ねボックス拡張だったり、なんかアイテムがもらえるよってのだったりで、広告を見せせられてると思うんですけども、まあスタミナの方でもそれができるようになりましたと。ただこれ条件がありまして、スタミナミンを持ってない人がこの CM を見て1日1回回復することができるようなので、まあ今スタミナミン枯渇してるようだったり、最近始めたよって方、もしくはサブアカに全部スタミナ回せるからサブアカだけいつもスタミナないよとか、まあ具体的な例を挙げるとキリがないんですけど、まあそういう人たちがスタミナをね、動画視聴で回復できるようになりましたと。はい、でこれが一番大きかったかな、アップで3、追憶の職人、爆絶クエストが追加されました。アルカリア、蓬莱、マグメル、エルドラド、カナン、はい、まあ第3爆絶かな、これ第2爆絶か、はい、アバロンたちの次だから第2爆絶かな、追加されましたと。まあこれはすっごい遊べるところが増えましたね、めちゃくちゃ、いろいろ遊べるところが増えたのは嬉しいですね。まあ個人的になんかその使ってみただったりとかね、どっかなんか新しいキャラが出た時に使ってみれるところが増えたのが嬉しいかな。アルカだったりね、マグメルとかも好きだったけど、今はぶっ壊れてるか。はい。で、一応、モンストの日の引き換えアイテムには、徳玉と英雄の書が入ってますよ、だったり、あとはなんかあるかな、ぐらいかな。今回のニュースはね。はい。で、ラッキーモンスター最後に言います。甘いもん、ダンタリオン、聴覚、カシタロウ、バホメット、ミヤビが、今回のラッキーモンスターになりますので、皆さん頑張りましょう。はい、ってことで本日のモンストニュースのまとめはこれにて終了になります。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。